カナクションとか、うんうん、レミオロメンとか、いいね、そのライン、うん、アジアンカンフージェネレーション、あ、長い、この前アジアンカンフージェネレーションのライブ行ったとか長すぎんでしょ。いや、だからファンとかはアジカンって、だからそれは売れたからでしょ、売れたからこう略してくれるわけです。売れればいいじゃないですか。おお、言うね他には、じゃあ、うんうん、長くないのだと、うんうん、東京事変とか、あ、漢字はダメ、はい、漢字の名前のバンドはほらテクニックが半端なく要求されるでしょ。そうなんですか。え、そうよ、相対性理論とか、はい、あ、騎士団とか、うん、世紀末とか、売れてるバンドはみんなテクニックあるでしょ。その中でたまたま漢字のバンド名ってだけで、うん、ガールズバンド、ガールズバンド、レディースバンドじゃないですか。お前を老人形にしてやろうかやめてくださいよだからさ、はい、こう自分がプロモーターになったつもりで考えてみてね。でもほら、もうバンド名聞いただけで一体どんな曲やっちゃってくれるんだろうって、こうワクワクが止まらない感じの、ドキが胸胸な感じの、ドキが胸胸って、うん、あ、思いついた、タイアール事情、お前をコンプライアンスの海に沈めてやろうかいやいや、かっちょよくないですか、タイアール事情、海の木図になりたいのかお前は。いや、わかりやすいでしょ。うん、音楽性の欠片も感じられな い俺に音楽性とか期待されても、うん、あ、お疲れっす、いらっしゃい先輩、聞いてくださいよ、そこの部がね、そこの部くん、上がっていいよ。いやいやいや、ちょっとまだ決着ついてないでしょ。じゃあ今度で。よよよよ、決着って何？なんか勝負でもしてた。あ、勝負ってか、和樹さん今度バンドやるんですって。バンド？え、その年で？年関係ないでしょ。やりたくなっちゃったんだもん、ガールズバンド。ガールズバンド？そうですよ。え、ガールズバンド？ほら。いや、そこのべ。笑いすぎだ、笑いすぎだ、そこで、何の勝負してたの？いや、だからね、和樹さんね、メンバー集める前にバンド名決めちゃったんですって。なんて名前？教えてくんないんですよ。え、だからそれを、それを超えるバンド名考えたら教えてやるって。めんどくさいよ、そんなもったいぶらずに教えてよ。ほら、そうですか、うん、まあ、先輩がそうおっしゃったらね、じゃあ発表しましょうか、うん、私はこのバンドでインディーズ界に革命を起こしたい、そういう思いを込めて名付けてみました。その名もゲ・チェバラ。ゲ・チェバラ。え、コミックバンド？ガールズバンドです。それじゃあお先っす。Get